どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は新年企画ということで2024年に登場予定の事件戦法のうち現在分かっているものをですねまとめて動画にて紹介させていただけたらと思います。今後ずっと使えそうな非常に強力な戦法であるだとか、あと兵種戦法なんかも各種あったりでですね、ちょっと変わってる内容の戦法なんかも登場するということでですね、よかったら今回の動画でですね、予習の方をしといていただいてですね、こういった編成に使いたいなみたいな目星っていうのをつけといていただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。まず一つ目が飛行聖書ですね。こちらは非常に貴重な回復戦法であると同時にですね、武力依存の回復ということで、なかなか貴重そうな戦法ということなんですよね。この戦法を使ったテンプレ編成っていうのはですね、今後数多く登場してくるということでですね、入手しておきたい戦法ですよね。で、餌に関しては、関羽が必要なのではないかと言われております。まあ、この辺はですね、確定ではないんですけども、あとまあ、プラスアルファで技能武将が何人か必要なんだろうなっていう感じですね。戦闘開始3ターン目以降、自軍で武力最高の武将が平均ダメージを与えるごとに、自軍で兵力最低の武将を余ダメ量の 20% 回復という内容なんですね。なんで3ターン目まではですね、回復できないんですけども、3ターン目以降はですね、与えた武力による平均ダメージに応じた回復量というのが見込めるということですね。なんで、部隊の中にですね、効果力の平均ダメージを付与できるような武将がいたらですね、回復力量が非常に大きくなるということなんですけど、この戦法のいいところはですね、その武力が最も高い平均ダメージを付与するメインアタッカーがこの戦法を覚えておく必要っていうのはないということですね。効果力アタッカー以外の武将がですね、この戦法を覚えてですね、で、しっかりとダメージを付与してもらって回復していくみたいな戦法になるということになってますので、これはめちゃめちゃ欲しい人多いんじゃないかなと思いますね。カウっていうのはですね、ゼガ人もキープしといていただいてですね、この戦法を入手していただけたらと思います。まあ、このエサのカウっていうのが SP カウのことだったら大変申し訳ありません。次は輪法決敵って読みますかね。これは脅威を餌として入手する事件戦法ということみたいですね。で、その他にも技能武将も必要かもしれないということになっております。で、こちらアクティブ戦法発動確率 55% で、自身が連撃状態と封印体制を獲得する一旦持続するということですね。なんで、雷血戦とですね、あと、故郷要領をですね、合わせた効果みたいな感じの戦法ということになってますね。大体まあ、その2つの戦法が継承戦法ということになってますので、他の戦法が覚えられなくなっちゃうんですけども、まあ、この戦法を覚えてプラスアルファ火力が出るような戦法も積んで、で、封印耐性まで得られるみたいなことが、まあ、可能になるということになってますので、こちらの戦法もなかなか面白そうだなと思うんですが、雷血戦のようにですね、安定して連撃が付与できるというわけではなくてですね、アクティブ戦法を、発動しないといけないということになりますので、まあ、速攻型といいますか、万能型や耐久型にですね、連撃持ちっていうのを準備してみたいなですね、新たな編成の組み込み方っていうのを考えるきっかけになるような戦法になりそうな気がしますね。次は終防初期ですね。アクティブ戦法発動確率 40% です。で、こちらの戦法は雨穴が必要と予想されてます。で、追加でですね、この武将も必要なんだろうなっていうことみたいですね。自軍2人の兵力を回復、自軍の武力最高の武将が敵軍単体に 86% 平均ダメージ、自軍の知力最高の武将が敵軍単体に 86% 計略ダメージ、自軍武将最高と知力最高が同一の時ダメージ率は 72% に低下ということですね。なんで回復プラスダメージ付与みたいな感じの戦法になってるので、配中大みたいな戦法になるんじゃないかなと思うんですけども、こちらの戦法に関してもですね、先ほど紹介した飛行聖書同様にですね、このダメージを与える武将がこの戦法を覚えておく必要はないということになりますね。で、回復っていうのも統率依存ということになってますので、統率が高い武将にこちらの戦法を覚えさせて、で、残りのですね、武力や知力の高い武将にですね、ダメージを与えてもらうみたいなコンセプトの戦法かなと思います。ただですね、武力、知力、最高が同一の場合はですね、ダメージ率が下がるということが書いてますので、まあ、脅威なんかがいるとですね、これ両方が最高になりがちなんで、
まあ、そういった時はですね、ちょっと使いにくいかなっていうことでですね、武力最高と知力最高がきっちり分かれているような編成にですね、この終防初期は合ってるんじゃないかなと思うんですけども、そう考えるとですね、使える編成っていうのはそこまで数多くないんじゃないかと予想します。次は飛雄軍ですね。こちらは騎兵の兵種戦法ということみたいですね。で、餌に関してなんですけども、軍友武将3人ということになりそうな気がします。自軍全体が受ける治療効果が 16% 上昇ということになってますので、回復戦法っていうのを多く積んでるような部隊と相性がいいということになりそうですね。自軍首相は毎ターン行動時 60% の確率で敵軍2人に 64% 軽略ダメージを与える、かっこ自軍全体の累積回復量依存、発動ごとに累積回復量はリセットということが書いてますので、首相は知力が高くある必要があるということになると思いますね。まあ、そういった編成結構多いかなと思うんですけども、義の編成なんかがそれに該当するかなとは思いますけどもね。なんで回復戦法ではないですけども、回復量っていうのは増えるし、ダメージを与える機会もあるという戦法でですね、割とバランスは良さそうな感じはしますけども、現在ですね、もう確立されているような首相が、軽力ダメージを付与するような部隊ですね、知力が高いような部隊にですねはめくぶっていうことになるとですね、大体戦法として使うっていう機会が多そうな気がしますね。次は単陽兵ですね。こちらも兵士戦法で盾の兵士戦法ということみたいですね。で、餌に関してはですね、先ほど同様ですね、軍友武将が3人必要ということになりそうです。毎ターン開始前、全ターンに自軍全体が与えた平均ダメージの量に基づいて単陽兵を獲得する、追加可能、8ターン持続。軽略ダメージを受けた自軍武将は単陽兵を消費し、その軽略ダメージの 36% を単陽兵に引き受けさせる。また単陽兵の数は毎ターン 10% 減少、刀剣統率引き受けさせるダメージが 40% にということが書いてますね。なんでこちらの編成はですね、端的に言うと投降兵の軽略ダメージに強いようなバージョンということになりそうな気がしますね。単陽兵の獲得スピードっていうのがどのぐらいになるのかは分かりませんが、単純に考えて非軽略ダメージを 36% 減少みたいな戦法になりそうな感じがしますね。で、最終ターンまで持続ということになりますので、まあ投降兵に似てるかなっていうところですよね。で、弱点っていうのもないみたいなので、まあかなり使い勝手は良さそうな戦法ですね。ただ単陽兵の獲得っていうのが与えた平均ダメージ量に基づくということになりますから、軽力ダメージ付与がメインのですね、まあ例えば盾の編成だと耐盾みたいなのとは合わないかなっていう気はしますよね。投炎盾とかですね、まあ食の盾編成ってなりますとですね、結構平均ダメージを与えるような機会が多そうなので、っていうことだと使えそうな感じはしますが、皆さんどのように感じるでしょうか。次は海繁栄って読みますかね。自軍全体の速度が36ポイント上昇、自軍速度最高武将の通常攻撃後 30% の確率で敵軍単体に武力と知力のうちの高い方に対応したダメージを与えるということなので、まあ、例えばですね、対撃士とかだったらですね、平均ダメージで、白磁兵とかだったら軽略ダメージっていう感じで付与すると思うんですけども、こちらの戦法だったらですね、速度が最高の武将だけではあるんですけども、その武将に適したダメージっていうのをちゃんと与えてくれるということみたいですね。この効果が発動しなかった場合、自軍単体を回復するということでですね、ダメージが与えられなかった時は回復しますよみたいな戦法ということですね。で、速度が 36% 上昇ということでですね、かなり底上げされますよね。で、槍の編成ということでですね、まあ速度が速いに越したことがないような槍の編成に使うといいんじゃないかっていうところではあるんですけども、そうですね、ダメージ量に関しても回復量に関してもですね、そこまで優秀かどうかっていうのはですね、ちょっと判断しにくいなっていうところがありますので、僕はこの戦法自体には特に魅力は感じないかなっていうところはあります。ただ実際使ってみたらめちゃめちゃ強いみたいなこともあるかもしれないので、期待したいところではありますね。餌はですね、5の武将が必要かもしれないですね。そしたら最後、流暢敵撃って読みますかね。アクティブ戦法なんですけど、こちらの戦法に関しては呂布や董卓やあと趙遷やっていう感じの餌になりそうな感じがしますね。誰がいるのかっていうのはちょっとはっきりしないんですけども、この3人のうちの誰かっていうことになりそうですね。敵軍将の平均被ダメージを 15% 上昇、敵軍武力最高副将の知力を77ポイント減少、
過去自身が女性の場合魅力依存ということですね。でこれが1ターン続2ターン目以降にこの戦法発動時、上記該当武将に 155% 平均ダメージということになるんですけど、ちょっと分かりにくい戦法ですよね。敵軍主将の平均比ダメージが 15% 減少するということになりますので、まあ主将抜きをするようなですね、平均ダメージを付与する部隊だったらですね、この戦法と親和性は高そうなんですけども、アクティブ戦法ですからね、その主将抜きするような部隊って大体突撃戦法を持ってることが多いので、まああんまり合いそうな感じはしないですね。アクティブ戦法で発動確率 35% しかないですからね。で敵軍武力最高副将の知力が77ポイント下がるということになりますので、その武力最高武将って結構知力は低いみたいなケースがありますよね。でその知力っていうのがさらに下がるっていうことだとですね、割と影響するのが耐久面だけかなっていう気がせんでもないですけどね。まあ脅威とか各将みたいな武将の場合はですね、まあ、知力も高いので77ポイント減ったら痛いなっていうところはあるかなとは思うんですけどね。で2ターン目以降はですね、単純ダメージということになりますので、もしかしたらこのダメージを当てにしてっていうような使い方になるかもしれないですね。で実際ですね、この戦法を使って強い編成みたいなのが特に紹介されてないっていうところがありますので、まあただですね、いろんな効果があるので、もしかしたら化ける戦法かなっていうような予想をしております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、登場予定の事件戦法というのをまとめさせていただきました。やっぱ飛行聖書がね、一番気になると言いますか、入手できるようになったらすぐにでも交換したいなっていうような戦法になってますよね。そしたら今回の動画が面白かったのがためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。